Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀内です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとまだね、オフィスが寒いので、朝で寒いのでね、上着着てるんですけれども、僕はですね、この M1 Pro 搭載のね、 MacBook Pro 14インチですね、こちらを買いまして、1ヶ月ぐらい経つんですけども、その前まではですね、こちらの M1 の、ね、チップ搭載のね、2020年に出た M1 MacBook Air ですね、こちらをね1年間使っていました。先日もこのね、プロとエアね、どっちを選ぶか、メリットデメリットみたいなね動画を出して、いろいろね、メリットデメリット考えた上で、僕はまあね、動画編集者なんで、この MacBook Pro ですね、これを選びますっていう話の、ね、動画を撮ったんですけど、まだですね、もう本当に未練たらたらなんですけど、この MacBook Air ね、僕売れてないんですよ。いつもだったらこれ、すぐねジャンパラとかで売るんですけど、ちょっとね情が映ってるというか、本当にね素晴らしい機種だなと思ってて、で先日生配信ではね、この話詳しくしたんですけど、今日だったかな、アップル信者1億人創出計画さんってね、僕がたまにね見てるあのチャンネルさんがあるんですけど、そちらの方でもね、この M1 MacBook がやっぱ素晴らしい機種だっていうのをこう言及してるのを見て、本当に最後この M1 MacBook Air の素晴らしさですね、これをもう語り尽くして、終わりにしようと思います。ちょっと自分の中の、みそぎというかね、けじめをつけるための、ね、動画を撮っています。生配信でも話したんですけど、やっぱりね、改めてこういう形で一本動画に、ね、残しておいた方が、皆さんの、ね、役にも立つかなと思って動画を回してます。この MacBook Pro と MacBook Air ね、どっち選ぶ論争とか、何の機種を、ね、買ったらいいかっていう話は本当にたくさん、僕の動画のコメントだったりとか SNS にたくさん届くので、ちょっとね、それの総決算とかまとめですね。で、今回は、主に3つお話ししようと思っています。1つはこの M1 MacBook Air ですね、これが、どんな人に適しているのかっていう話、もちろんね、こう人によってこれを買うべきかどうかっていうのが変わってくるので、まずはどんな人に適しているかっていう話で、2つ目にこの MacBook Air ね、おすすめする理由、そのね、ターゲットの人にこういうところが、ね、いいですよっていう話で、最後に、その中で、もう1個ね質問として、この MacBook Air ね、確かにいいのは分かったんですけど、どの機種を買ったらいいか、いくつかねモデルがある中でどれをね選んだらいいかっていう話、これをね、して終わりにしたいなと思います。はい、なので、ずっとねこの MacBook Air 買おうかどうか悩んでた人とか、今ね、パソコン買おうとしてて、プロなのかエアなのか、どっちを買ったらいいのかっていう形で悩んでる人は、自分が、ね、どこに当てはまるのかっていうのをね、ぜひ考えてみてください。それでは始めていきましょう。まず1つ目、この MacBook Air ですね、どんな人に適しているかっていう話なんですけれども、この M1 MacBook Air ってもうほとんどのことができます。なので、ほとんどの人、この動画を見ているほとんど、90% ぐらいですかね、90から 95% ぐらいの人はこの M1 MacBook Air で僕はいいと思います。僕ね、結構いろんな人にこう PC で何買ったらいいですかって相談するんですけども、ほぼ10中8句今だったらこの M1 MacBook Air 買うべきだよって話をね、たくさんの人にしてます。そして、たくさんね、買わせてます。それぐらいに、ね、本当にこう自信の、ね、あるリコメンドだと思ってます。ウェブのブラウジングだったりとか、オフィスの、ね、こう作業、ワードとかエクセル使ったりとか、あとはもうアドビのフォトショーとかイラレですね、この辺の作業をしますとか、簡単なウェブのコーディングをします、プログラミングをしますっていう方、これであれば僕の、ね、周りの人の話聞いててもほとんど、ね、もうこれで大丈夫です。僕が使っていた時の、ね、使用感としても全く問題ないですし、周りのデザイナーさんとかイラストレーターさんとかプログラミングしてる人聞いても、もうこれでいいっていう風に、ね、言ってる人非常に多いです。あとは簡単な動画編集ですね、僕も1年間はもうこれで動画編集してました。このね、 YouTube のチャンネル1年間ずっとこれでね、300本ぐらいかな、これでは作ってるんですけれども、ほとんどね不安はなかったです。非常に、ね、快適にサクサクね動画編集もできてたので、もうほとんどの人、世の中の 90% 以上の人にはこれおすすめできる機種だと思ってます。もちろん仕事の都合上とか、何か制約があって Windows しか、ね、使えないっていう方は、ちょっと、ね、対象外になっちゃうんですけど、プライベートで使う PC だったりとか、その、ね、制限がなくて自由にパソコンを選べますっていう状態だったら、ね、僕は本当に、ね、これがいいと思ってます。そもそもこの M1 チップ中に搭載されているこの Apple のチップっていうのが、ね、本当にもう化け物みたいな、
ちょっと時代を、ね、変えた1枚で、あのちょっと前のインテルの、ね、16インチ MacBook Pro とか、あと iMac ですね、でっかい Mac とかに入っているようなチップと同じ処理性能を持ったチップがこの中に入ってるんですよ。これだけちっちゃい薄い筐体の中に、今までプロがね、もうゴリゴリ使ってたようなデスクトップのものと変わらないですね、性能がこの中に入ってるんですね。もう MacBook Air っていうと結構舐められるんですよ。皆さんも経験あると思うんですけど、所詮 Air でしょうとか、プロに比べたら弱いんじゃないのみたいなことすごい言われるんですけど、 M1 からはね、その常識通用しません。本当にもう全く別物なんですよね。なので Air っていう名前、エントリーの機種なんですけど、実際中の性能としては本当にこうプロのクリエイターが使っているものと同じものなので、そこはね本当に安心してください。買う前に本当にこれ Air で大丈夫ですかって聞いてくる人もいるんですけど、あの実際に買った後にこれで不満言ってる人ってほぼね僕見たことないです。あのやっぱりすごいね、いいマシン買えましたとか、本当に満足してますっていう声ばっかりなので、あの Air だからといって見くびらない方がいいっていうのがね一つあります。なのでここに書いてあるぐらいの、まあ、ことをね、するような人だったらもう M1 でね、全然大丈夫です。プロ買わなくてもね僕はいいと思ってます。続いて先ほどの対象の人ですね、まあ、ほぼ9割の人って話をしたんですけれども、まあ、その方々にねおすすめの理由、この M1 MacBook Air をねおすすめする理由なんですけれども、まず一つ目はもう単純ですね、先ほど言った通りこの処理性能ですね。これだけ小さなボディの中にね、あれだけのね処理性能ですね、今まで本当にこうデスクトップ級のものでしか処理できなかったものが、これだけねコンパクトな薄いね、PC の中でできてしまうっていうところ、これ本当に唯一無二だと思います。で2つ目ですね、ここからがすごいんですけど、これね電池持ちが半端じゃないんですよ、この M1 MacBook Air って。とにかく電池が持ちます。あの僕の場合、あの1時間ぐらいこのテキストとかこうウェブのね作業してて、どんぐらいね電池が減ってるかって見たら 1% しか減ってませんでしたみたいなことがもう多々あったんですね。それぐらい電池が持ちます。もう1日だったら余裕でね持ってしまうぐらいの、ね、非常にね素晴らしいね電池効率持っています。こういったハイスペックの PC って、まあ、ゲームPC とかねそうだと思うんですけれども、まあ、非常に処理性能が高い代わりに消費電力もすごく高いっていうのがねあるんですね。なのでそう性能はいいんだけど、本当にこうね電池がすぐなくなってしまったりとか、そもそも電源つながないとハイパフォーマンス出せませんっていうものがね多かったりするんですけど、もうこれに関してはもう電源つながなくてもいいし、なんなら電池もめちゃめちゃ持つ、それでいて処理性能も高いっていう、もう本当にね今までにないパソコンなんですね。使ってても全然熱くならないし、公式だとこの MacBookプロ14インチよりも、これですね電池の持ち自体はいいっていう風に、ね、されているんですね。本当に今までこんなマシンなかったってね、本当にこう感動すら覚える革命的なマシンです。3つ目はコンパクトさですね、まあ、先ほど言った通り電池も持って処理性能も高いのに、まあ、やっぱりねこの薄さ軽さ大きさなんですよね。これはやっぱりエアーの利点だと思います。まあ、プロもねいいんですけど、ちょっと一回り大きくなっちゃうので、まあ、本当にこうね家の中で例えばこうデスクとソファーと、あとはこうリビングでゴロゴロしながらとか、いろんなところで、ね、作業をしたいとか、あと僕みたいにですねこうカフェに行って作業をしたいとか、オフィスに行ってこう作業する必要があるとか、そういったねこう移動しながらね、いろんなところでこう気分転換をしながら作業もねバッチリしたいっていう人にはすごくね合ってる機種だと思ってます。最後に3つ目のポイント、じゃあこの M1 MacBook Air、分かったんだけど、その中で何がねいいのか、どの機種買うのがおすすめですかってかなり質問聞かれるので、これについてもここでね結論出しておこうと思います。ちなみに M1 チップは M1 チップを搭載している MacBook Pro っていうねものもあるんですけど、まあ、それはちょっと値段も高いですし、あとはもう大きさもね、大きくなっちゃうので、それだったらまあ14インチ MacBook Pro を買えばいいかなと思うので、ちょっとそれはね、対象からは外します。あくまで Air の中で、お話をしていきます。大きく分けるとまあ2つかなと思ってます。2機種の中からね選べばいいかなと思ってます。1つはですね、もうこれですね、あのいわゆる吊るしのモデルというか一番安いモデルです。エントリーのモデルですね。8コアの CPU 搭載して7コアの GPU で、8ギガのメモリと、あと256ギガのストレージですね、 SSD がついていますってものになってます。まあ本当にぶっちゃけ大多数の人はもうこれでいいです。盛らなくてねいいと思います。あの最小構成でも、まあ、普段使いのこのブラウジングをしたりとか、ちょっとしたね作業をする Excel を使うとか、それぐらいだったらもう十分すぎますね。あの僕以前ですね、このメモリの8
8ギガの MacBook Air ね、どれぐらい使えますかっていう、ね、検証もしてるんですけど、ちょっとね心配だな不安だっていう方は、ね、そこを見てみてください。十分動画編集もねできると思います。まあ、ストレージだけねもしかしたらもうちょっとね欲しいなっていう人はいるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずこう PC の知識が、まあ、そこまでね、あんまりなくって、まあ、何かおすすめのこう PC ね買いたいと思ってるんですよっていう方は、まあ、迷わずねこれを買うのが、いいと思います。まあ、これね何よりも安いんですよね。11万円とか新品でも買えます。もう中古だったら、まあ、10万円ちょっと切るぐらいでね今買えちゃうっていうものですね。もうこんなパソコンないですからね。本当にこのスペックのこれだけ高機能なパソコンを買おうとしたら今まで 20-30 万も絶対してました。なんですけど、もう去年のもう M1 からねガラッと変わったんですよね。もう世界がそれぐらいもうエポックメイキングのね、一台なんだなと思います。なのでこうお金とスペックとコンパクトさ、このねバランスをこれだけ兼ね備えたパソコンはね本当にないと思います。本当に今まで存在しなかったですね。はい、でもう一つですね、まあ、機種選ぶとしたら、まあ、もうちょっとだけ重いことしたいなっていう人ですね。まあ、動画編集で言ったら 4K のね動画編集をしたいとか、あとはこう、まあ、ライトルームとかフォトショップでね、まあ、たくさんのこう重いねローの画像をこう扱いますみたいな、ちょっとクリエイター向けの人ですね。まあ、僕の動画を見てる人の中でも、まあ、割とこう、ね、発信者寄りの方なんですけど、まあ、そういった方には、こちらの機種がいいかなと思ってます。8コア CPU 8コア GPU で、メモリを16ギガでストレージを、ね、まあ、1テラぐらい欲しいなって思うんですね。これ僕が使ってたものなんですけれども、これねやっぱりメモリのところが、まあ、16ギガあると 4K でもこうトランジションがねこうヌルヌル動いたりとか、まあ、あとはライトルームのね書き出しが早くなったりとかするので、まあ、結構恩恵はね、実際あるんじゃないかなと思ってます。でストレージも結構早いんですよ。この、内部の、ね、ストレージがすごく早いので、まあ、外付けのストレージ買うぐらいだったらこう中身の、ね、ストレージ持った方がいいかなと思うので、まあ、1テラぐらい、ね、あるといいんじゃないかなっていうところで、まあ、この、ね、機種僕はおすすめしておきます。まあ、動画編集とかねそういう、まあ、重い作業を快適にねこの M1 MacBook Air でやりたいっていう方は、ぜひねこちら買ってみてください。それでも20万切ってますからね。普通はこれね本当もっともっとすると思います。30万40万するぐらいのものがこのね価格で買えてしまうというのがすごいところですね。はい、続いてもう一ついつもね聞かれる、もう本当に毎回と言ってもいいほどね聞かれる質問があるのでそれもお答えしておくと、まあ、これ次を待った方がいいのかって話ですね。今買っちゃっていいですかと、次を待った方がいいんじゃないですかっていう、ね、質問絶対来るので、まあ、これもこう最後だと思ってちょっとお答えしておくんですけど、僕はねもう待たなくていいと思います。まあ、次今出るって言われてるんですよ、この M1 MacBookAir の、次の、ね、機種ですね、まあ、M2 の MacBook Air みたいなのが出るっていうふうに言われているんですけど、まあ、もちろん、ね、いつかは出ると思うんですけど、まあ、今の時点でも噂されているのが、まあ、来年の春か夏か秋らしいんですよ。もうそれとほぼほぼ、ね、未定と一緒なんですよね。あくまで推測の域を出ないというか、まあ、いつか出るかもしれないっていうぐらいの情報なので、まあ、それを、ね、待つのもどうかなと思うんですよ。でその、ね、不確かな情報を待つぐらいだったら今、ね、サクッとこの M1 MacBookMacBook Air を買って、もし、次ですね自分が欲しいなと思う機種が出たらそのタイミングでも乗り換えればいいと、それだけの話だと思います。なのでもし M1 MacBook Air 今欲しいなと思っている方は今買った方がいいです。この悩んでる時間がもったいないです。もうその時間ね 2-3 ヶ月悩んでるぐらいだったらもうサクッと買って自分のやりたいことをやって、でそのね新しいの出たタイミングでこれを売ればいいんですよね。もう本当にアップルの特にこういうね MacBook とかってもう値下がり率が本当に少ないので、まあ、例えば中古で買って中古で売れば本当にもうトントンぐらいの金額でね売れますし、まあ、新品で買ってもそんなに値下がりしないと思います。なので、まあ、悩んでる暇があったら今すぐね、こう買って楽しんだ方がいいっていうのが僕の持論ですね。なので僕もね次の MacBook、まあ、Air なのかプロなのか分かんないですけど、まあ、そのねまだの間はこのねプロを使って、でそのタイミングでねまた乗り換えるかどうかっていうのをこう都度ね検討していこうと思ってます。はい、まあ、こんな感じでこの動画ではですね、まあ本当に最後だと思ってこの M1 MacBook Air ですね、これに対する
愛をね、語ったんですけど、まあ本当に僕はねすごい好きだった MacBook の12インチっていうものがありまして、まあ、あれもすごい好きでした。本当にすごい好きな機種だったんですけど、まあそれとね同じぐらいね好きにねさせてくれた機種だなと思います。それぐらいこうね思い出に残る MacBook だなと思っているので、本当にね買ってよかったなと今でもね思います。で、まあ本当にねこんなに好きなんだったら、まあ、MacBook Pro じゃなくて Air 残せばいいんじゃないかって話もあるんですけど、まあ、僕の場合はね、まあ、さっき言った 90% じゃない方の人間なんですよね。どちらかというと毎日、まあ、動画編集をするっていう、まあ、ちょっと特殊な、ね人間なので、まあ、そういった、ね人にはちょっとクリエイター向けのものが欲しいっていう人にはねやっぱりプロもねすごくいい機種なんですよね。まあ、このサイズ感で、まあ、この SD カードスロットがあるっていうのがね、まあ、僕みたいな人間にはドンピシャでねやっぱハマりますし、まあ、やっぱりねこう細かな処理性能だったりとかこう画面の綺麗さとか大きさとかっていうところはすごくね快適なんですよ。なので僕は、このプロ、残すけれども、まあ、ほとんどの人普通の人にはもう普通にねこう、まあ、趣味程度にパソコン使いますとか、まあ、そんなに面白いしないっていう方には MacBook Air ね本当にいい機種なのでもう買ってほしいなと思って動画を撮りましたっていうところですね。まあ、でもこのプロをね買わなかったら改めてこのエアーの良さも分かんなかったと思うんですよね。まあ、こんだけやっぱり薄くて軽いのにこのプロとそんなに遜色ないぐらいのパフォーマンス出せてるんで、まあ、やっぱすごいなと改めて思わせてね、くれましたっていうね、話ですね。はい。まあ、なので、まあ、この動画ね見て少しでもね、この M1 MacBook Air 興味ね持ってくれる人が増えたら嬉しいなと思いますし、まあ、もしね多分結構いると思うんですよ。僕の今までの動画を見て MacBook Air 買いましたっていう方たくさんいると思うので、まあ、ぜひねコメントで感想を教えてください。もう結構1年ぐらい経つので、まあ、割とねいると思うんですけど、まあ、これだけね買って満足してますとか良かったですっていう方はねぜひコメントでここに残しておいてください。でそしたらこの動画とともにですねMacBook Air 買おうかな悩んでる方にね参考になると思いますし、まあ、それだけねこの MacBook Air が、まあ、いい機種だったんだよってね、時代を変えた機種だったんだよっていうことが残っていくと思うので、はい、ぜひ皆さんの感想も、僕の感想とともにですね残しておいてもらえると嬉しいです。はい。まあ、今日はこんな感じで終わりにしようかな。はい。このねチャンネルモノグラフではこういったガジェットの話ねよくしてますので、もしこの動画がね、いいなと思ってくれたりとか、もしこう共感するところありましたらぜひいいねと、チャンネル登録ですねしていただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのフリップでした。バイバーイ。